私の方から最初に3点ご報告申し上げます。まず新副大臣、そして政務官の関係でありますが、昨日付で新たな政務の体制発足をいたしました。赤羽副大臣には留任をしていただきます。そして新たに増島みどり副大臣、田中良生大臣政務官、磯崎義彦大臣政務官が就任いたしました。現在の日本成長戦略の実行、さらにはエネルギー制約の課題の解決、そして福島の復興、それと密接に関連をした廃炉や汚染水対策、さらには中小企業小規模の活性化の問題、経済連携の推進と大きな課題を抱えております。政務の5人、そしてまた省を挙げてですね、これらの大きな課題に取り組んでいきたいと思っております。臨時国会には電気事業法の改正、そして産業競争力強化法と、この法案を提出する予定でありまして、省一丸となって取り組んでいきたいと、このように考えております。次にですね、夏季7月から9月のですね、節電要請時期が終了いたしました。昨日であります。国民や産業界の皆様の節電へのご協力によりまして、電力需要が逼迫することなくこの夏を乗り切ることができました。さまざまご不便をおかけした面もあるかと思いますが、節電に大きなご協力をいただいた国民の皆さんに心より感謝を申し上げる次第であります。本日、総合資源エネルギー調査会電力需給検証小委員会を開催をいたします。今後、夏季の需給実績を検証しつつ、節電の定着や発電所の状況などを踏まえ、10月中をめどにですね、冬季、冬ですね、冬季の需給見通し等について、客観的に精査していただく予定であります。政府としてはその精査結果を踏まえ、速やかに節電要請などの対策の必要性、これを判断していきたいと考えております。最後に出張の関係でありますが、今週の金曜4日から日曜6日にかけてインドネシア・バリに出張し、 APEC 閣僚会議および日インドネシア経済合同フォーラムに出席をするほか、議長でありますインドネシアのギタ商業大臣はじめ各国の経済貿易担当大臣等との会談を実施する予定であります。APEC の閣僚会議では、地域経済統合や持続的な成長、そして投資の促進、IT への拡大や、本年12月の第9回 WTO 定期閣僚会議の進め方などについて議論をする予定であります。また、日インドネシア経済合同フォーラムでは、インフラ開発やビジネス環境整備等、幅広い二国間経済分野について、議論をしたいと、そのように考えております。私の方から以上です。幹事の日経新聞原田です。まず消費税について、先ほど来年4月からの 8% への消費税の引き上げと、あと経済対策の大枠について閣議決定なされたと思うんですが、まず改めてなんですけども、消費税の引き上げへの受け止めとですね、あと経済対策、これから具体策が詰まってくると思うんですけども、経産省としてどのような施策を盛り込んでいきたいのか、大臣のお考えを伺いたいんですが。消費税の引き上げにつきましては、税制抜本改革法に基づいて経済状況等を総合的に勘案し、本日総理が最終判断されたものであります。経済の成長と財政の再建を両立していくと、そして消費税の引き上げによります影響を緩和するとともに、その後のですね、経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り、我が国経済を本格的な成長軌道に乗せていくための経済政策パッケージ、閣議決定したりしましたが、これは極めて重要だと、そのように考えております。秋の臨時国会には産業競争力強化法、これを提出する予定であります。そして設備投資減税含めですね、
大胆な措置を取りまして、日本経済せっかく回復軌道に乗ってきている、この流れを止めてはいけないと、こんなふうに考えているところであります。12月の上旬をめどにですね、策定をされます新たな経済政策、経済対策、5兆円規模になってくると思います。当初としてもですね、産業競争力の強化、そして中小企業地域経済の活性化、イノベーションの推進などに積極的に取り組んでですね、政府全体の政策パッケージの充実に貢献をしていきたい、このように考えております。次は温暖化対策についてなんですけれども、今日午前中にですね、石原環境大臣や、岸田外務大臣、あと官房長官と4閣僚でですね、会って温暖化ガスの削減目標について議論したのではないかと伺っているんですが、教室さんの一部報道でですね、2020年までにその05年比で 6% もしくは 7% の削減するという案を、今日確認するというふうな報道があったんですが、今日どのような話し合いがなされたのか教えていただけますでしょうか。今日ですね、10時から官房長官、そして環境大臣、外務大臣とお話もいたしました。環境政策、エネルギー政策について、最近の動向等について、議論したところであります。地球温暖化対策についても話をしましたが、数字を含め、特段何くらく決まったということではございません。私も今朝の新聞を見てびっくりしました。幹事から以上です。各社どうぞ。企業の税金の関係で、いわゆるタックスヘブンというのが今国際的に問題になっております。日本の場合も税率の低い法人税率の低いところの、子会社の所得は日本の法人税率に適用されて合算してやっております。その最低限が昔だいぶ前 25% だったんですが、それがあるそれが2年前に 20% になります。さらに今回経産省は、経産省なんかの要望を受けてさらに 13% まで引き上げてほしいというような税制改正の要望として出しています。一方で今回の高特別税率でもそうですが、税法人税もそうですが、ちょっと企業優遇じゃないかという指摘もある中で、こういったタックスヘブンの、にもそういう、恩恵を受けるような部分については、反発する人もいるんですが、大臣のご所見をお聞かせいただければと思います。租税回避の防止、これも重要であります。同時に日本企業の海外展開の促進も図っていかなければならない、このバランスの問題だと考えております。経済産業省としてはですね、海外での日本企業の健全な、事業活動における税制面でのリスクや、負担を軽減し、海外展開を後押しする観点からですね、平成26年度の税制改正要望におきまして、日本企業の海外子会社がタックスヘブン対策税制の適用対象となるかどうかの基準税率の引き下げを要望しているところであります。租税回避防止と海外展開促進、この両面からですね、財務当局と議論を進めてまいりたい、このように考えております。先日のロシアでやった G20 では宣言の中にやっぱりこういう国鉄企業なんかの税率についてはやはり何らかの歯止めかける仕組みが必要だっていうことを盛り込まれていると思うんですが、それとも関連ではどうかと思います。ごめんなさい、質問の意味が分かりません。G20 で宣言の中にですね、先日ロシアでやったやつの中にはそういった各国籍企業の作成分の税制逃れについては何らかの歯止めの仕組みが国際的に必要だという、そういうような提言が行われているんですが、それとの関係で今言った、海外展開について分かるんですが、いかがでしょうか。ですから先ほど申し上げたように、ただ単に海外展開促進ということではなくて、租税回避の防止と、このバランスが大切だと申し上げたところです。ちょっと企業の税ということでは、ちょっと切り口が違うんですが、消費税の引き上げが決まったことに伴って、その経済対策の中で法人税ですね、特別法人税の、1年前倒し廃止を検討ということが盛り込まれたほか、
法人税の実効税率についても、ね、まあ、与党の対抗の中では、まあ、検討するということで盛り込まれたというふうに言っていますが、これについてはどういうふうに考えていますか。まずですね、復興財源についてはしっかり確保することが大前提だと、そのように考えております。その上でですね、企業収益の拡大を、まあ、賃金の上昇につなげ、それによって所得が拡大、消費が拡大してさらなる投資、そしてまた企業活動の活性化につながっていく、こういう自律的持続的な良循環を作っていくことが日本経済にとって何より大切だと考えておりまして、復興特別法人税の1年前倒しの廃止、これもそれに資する対策としてですね、与党の税制改正大綱を踏まえてしっかりと対応してまいりたいと考えております。我々は昨年の衆議院選挙、そして今年の参議院選挙で世界で企業が最も活動しやすい国を作る、こういったことを国民の皆さんにお約束をしました。それによって日本経済の再生を図っていく、こういうお約束をしたわけでありまして、そういった観点から法人実効税率、これにつきましてもですね、今後引き下げということが必要になってくると、その議論をしっかりしていきたいと思っております。はい、昨日の汚染水問題に関する閉会中審査の中でですね、はい、福島第二原発について、まあ、他の原発と同列には扱えないというふうな答弁があったと思います。でこれまでは、まあ、国のエネルギー政策だとか、あるいはその規制委員会の安全審査の適合審査の状況などを踏まえ、事業者が、まあ、判断すべきことだというふうにおっしゃられていたと思うんですけれども、それに比べるとちょっとだけなんか踏み込んだなという印象があったんですけれども、昨日の答弁 その意図というか狙いについて少し詳しく教えていただければ。従来の国会答弁、私の国会答弁を聞いていただきますと、全く同じラインで昨日もお話をさせていただいたと、このように思っております。そして私から申し上げましたのはですね、まあ、第一原発の5号機6号機とこれにつきましては、やはり第一原発において廃炉、そして汚染水対策に集中する体制を作るということから、総理の要請適切であり、東電にですね、できるだけ早い決断を求めたいと、まあ、こういうお話を申し上げました。第二原発につきましては、今後の、まあ、エネルギー政策全体の検討や、新規制基準への対応、地元の皆様のさまざまなご意見等も総合的に勘案しながら、事業者が判断を行うべきものと考えていると、このように申し上げたつもりであります。そしてその上でと、現在の福島の皆さんのいろんな心情等々を考えると、現時点において、他の原発と同列には扱えないだろうと、このように考えていると、このような答弁をさせていただきましたが、この答弁は何度も申し上げている通りであります。新しい答弁ではありません。はい、次の予選最後に TBS の佐藤と申します。何分ぐらいですか。30分ぐらいです。はい、法人特別税についてまとめられたんですが、その廃止の検討について、与党内からもその法人優遇で個人軽視じゃないかというような指摘があって、これは、まあ、その調整をもつれた大きな要因の一つというふうに考えているんですけれども、この点についての大臣の考えをお聞かせください。このですね、復興特別法人税、これはまさに福島の復興ですね、それぞれの立場のですね、経済主体であったりとか、個人にご負担をいただくということでですね、財源を確保するという意味からですね、企業にも負担をお願いしたわけであります。ご案内のとおり、法人税収等々ですね、上振れという状況でありまして、しっかり財源が確保できると、こういう見通しを立てたところであります。その上で今必要なことは、先ほど申し上げたような好循環を作り出す、これに資する施策ということでですね、取り入れたものだと、そのように考えております。それでは